こんにちは、アンソニーです。2023年最後の動画になりますが、これといって何かをレビューするわけでもなく、この1年のオーディオ環境の変化を軽く振り返りつつ、皆さんに年末のご挨拶ができればなという、そういう動画でございます。今年はですね、結構大きな変化がありましたね。やっぱりこの家に新しく引っ越してきて、ケンリックにお願いしていたカスタムが完了して、JBL4343 がついに納品されたと思いきや、全然いい音が出なくって、落胆したんですけれども、その後アンプを取っ替え引っ替えしたり、それから、吸音タワーという提供品ですけれども、これを入れたことで、低材波が大きく改善されて、だいぶと、いい音で鳴らせるようになってきて、自分としてはかなりいい線までいってるんじゃないかなと思ってるんですね。で、そんな矢先に、11月かな、CD プレイヤーのレビューをしました。これね、SMSL の PL200 という CD プレイヤーを提供してもらってレビューしたんですけれども、この時の衝撃が自分の中では結構でかくって、CD って完全にオワコンだと私は本気で思ってたんですよ。もうこれから間違いなくハイレゾストリーミングの時代だと思っていたんですけれども、CD の音を改めて評価することができてですね、やっぱり今まで捨てずに持っておいたたくさんの CD をもっぺん聞き返したいなというふうに思ったわけですよ。で、ただこの PL200 ではちょっといろいろと不満な部分もあり、結局ですね、いい出物があったのでこれ買いました。 CEC のベルトドライブの CD プレイヤーです。これは年明けぐらいに改めて動画でご紹介しようと思ってるんですが、もうめちゃくちゃいいです。大満足です。こんなものがもう何年、これ結構発売されてからだいぶ経つんですけどね、こんないいものがあったのかっていうことで本当に驚いてます。はい、そんなことを年明けに動画にしたいなと思ってます。あと、それからこれね、大量に眠っていた CD をどこに収納するかっていう話なんですけれども、今ね、その段ボールとかで完全に眠ってる状態なので、それを引っ張り出してこないといけないんですね。で、もうこれもね、一度捨てた CD ラックをまた買わなくちゃいけないのかと思ってるんですけれども、その大量の CD を収納するラックはちょっとおいおい考えるとして、とりあえず再生頻度の高いお気に入りの CD だけでもこの近くに置きたいなと思って、このラックを買いました。なんかわかんないですけど、ベルメゾンとかそういう、お手軽な通販とかでよく見かけるそうなラックですよね。こう斜めにね、収納できるタイプなんですけれども、これがね、意外と良かった。私が Amazon で3500円ぐらいで買ったんですけれども、だいたい3000円から3500円ぐらいで買えるものです。もちろん無垢の板ではなくて、化粧板、ビニ、なんていうの、多分 MDF かなんかに、化粧のビニールを貼ってるような安っぽいものなんですけれども、置いてみたらそこまで安っぽさは気にならないし、これ組み立て式ですけれども、基本的には六角レンチだけで、簡単に組み立てもできます。で、これ一マスに CD が11枚収納できて、それが6マスあるので、60枚ちょっと収納できるので、手元に常に置いとくラックとしては、ちょうどいいボリューム感なのかなと思って、これは結構気に入りましたね。ちなみにこれね、一番最後これがこうなってますけど、一番背の高いところが左側に来てますけど、これ右側にすることもできるので、うまくやればなんかラックを挟んで左右対称にシンメトリーに設置することなんかもできると思います。そして来年やりたいことなんですけれども、頭の中にいろいろとあるんですが、この CD プレイヤー、正確には CD トランスポートなんですが、これね、クロック入力できるんですよ。なので私全く未体験なんですけれども、クロックの世界にもちょっと足を踏み入れたいなと思っておるんですね。で、それで CD のクオリティをどんどん上げていきたいなっていうのと、一方で今現在の PC オーディオ環境が CD に負けてるから今 CD を再評価してるんですが、ある程度 CD を高めていった先にはもう一度 PC オーディオ環境もやっぱり高めていきたいなっていう気持ちもありまして、それはどっちがいいとかっていうのはその時々の判断でとか機材で変わってくると思うんですね。なので PC オーディオもやっぱり
頑張っていきたいなと思っております。それからやっぱりレコードですよね。レコードに関する動画が最近全然できてないんですけれども、レコードの再生環境も、まあ、とりあえず今ある、手持ちのものを使って、強化していきたいなと。まあ、強化って別に音質だけではないですよね。やっぱりそのクリーニングの話とか、そういった話もしていきたいですし、まあ、カートリッジの交換とかもいろいろとやりたいし、まあ、フォノイコぐらいは多分買うかなとは思ってます。はい。あと、レコードの収納ですね。レコードの収納がもう完全にパンパンになってきちゃってるので、それはなんとかしたいなと思ってます。ディスクユニオンのレコードラックを買うか、それか自分で DIY するか、それね、ずっと迷ってるんですよ。買った方が楽なの分かってるんですけど、やっぱり質感的に物足りなさがあったりするし、DIY は得意ではないし、っていうことでちょっと悩んでます。で、あと、最大のテーマは、やっぱりアンプですかね。今 JBL4343 を鳴らすためのアンプというのが、とりあえず、ソウルノートの A1 使ってますけれども、これが決して終着点ではないと思ってますので、まあ、大げさに言うと自分にとっての対のアンプというか最後のアンプを、まあ、来年か再来年になるかもしれませんけれども、それをなんとか手に入れて、楽しんでいきたいなと、そんなことを企んでおります。はい、ということで、2023年も終わりということで、本当にこの1年たくさん動画を見ていただきありがとうございました。まあ来年もね、まあ今ぐらいのペースより、まあ、ちょっとだけペース上げて動画を作っていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは良いお年をお迎えください。それでは。